皆さんこんばんは。鈴木聡の仲間はじめでございます。今日は第43回の西尾総合寺にですね、一緒に参加させていただきまして誠にありがとうございます。この無形文化財の伝統的な行事に一緒に参加して本当に素晴らしい行事だということを実感いたしました。この行事はですね、西送り行事保存会の斉藤会長、そして南山田町内会の宮本会長をはじめ、消防団、子ども会、さまざまな皆様のですね、ご尽力で、市の開催に至ったというふうに聞いております。誠にありがとうございます。この夏の冬の時の西送りがですね、地域の絆を深めて、子どもたちのいい思い出になり、地域のですね、愛着を感じられる地域づくりに大きく貢献しているというふうに思っております。この伝統的な行事をですね、一つずつみんな楽しんでいただいて、未来に貢献したことをいただけるようにお願いしまして、私の挨拶としております。本日は本当におめでとうございます。どうもありがとうございました。この住民の人は今日からお世話になっております。今車が降りてるとこなんです。ごめん、ちょっと後でもいい、ごめんね。あとはもう一度自分の人は皆さんのおかげで戦いの中にやることができました。ありがとうございました。そして本日の参加者は700人以上の参加をいただいております。あと2人ありがとうございます。お久しぶりの準備を皆さんにお手伝いして、お待ちのベストだと本当にありがたいと思います。本当にありがとうございます。で、以上でお仕事が終わりますが、皆さんが大変に夢までの作ったのは東京のエリアを守って帰っていただいて、天然のエリアに最後の最後までご注意していただいて、西送りの行事を終わりとさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。Thank you.